革命的にすごい画像生成 AI が登場しました。この凄さわかりますか見てて。画像生成 AI とかを結構触ってる人だったら何これめっちゃすごいやんって思うんですけど、多分そうじゃない人は、え、何がすごいのみたいな。まあ、ほんまにテストって書かれた白いお皿ですよね。はい、ということで今回の動画なんですけど、今回はディープフロイドについて話をしていこうかなと思います。 はい。最近ですね、2023年の4月29日に革命的にすごい画像生成 AI が登場しました。もう革命何回起こるんだっていう話なんですけど、もう本当にまた革命が起こってしまいました。まあそれが今回のディープフロイドなんです,ですけど、あのね、ある意味では、あのミッドジャーニーとか有名な画像生成 AI あるじゃないですか。あれを超えましたね。これは完全に超えている。 で、まあ、このディープフロイド自体は、まだあんまり知ってる人いないんですけど、まあ、AI でね、画像生成する人だったら必見かなと思うので、まあ、今日の動画ぜひ、あの、最後まで見てもらえればと思います。ということで、今日の動画を見て分かることとして、まあ、ディープフロイド、イフですね、とは何なのか、まあ、それが AI なんですけど、で、それの特徴、あとはその実演ですね、どんなことができるのかっていうのは実際に実演していこうと思います。あと、ミッドジャーニー、ステーブルディフュージョンあたりとの違いは何なのかっていうところで、まあ、実際に画像を生成して、あの、どんな感じで違うのかっていうのは見せたいなと思うので、ぜひ興味があれば最後まで見てください。 はい。ということで、まずは、まあ、ディープフロイドについての話ですね。で、ディープフロイド、まあ、if って言うんですけど、正確には。で、これが何なのかっていうと、えっと、スタビリティ AI と、あとディープフロイドっていうところを開発した画像生成 AI になっています。まあ、いわゆるテキスト2イメージですね。まあ、テキストでプロンプトを打つと、まあ、それに対して、あの、イメージを、画像を返してくれるっていう感じのものになっています。ちなみに、先に言っておくと、あの、現在は商用利用不可なので、 あの、商用利用っていうのはまだできないんですけど、まあ、でも今後は商用利用できるようになるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、ちょっとね、どうなるかっていうのはわからないんですけど。はい。で、このディープフロイドイフの特徴なんですけど、えっと、もう一番大きな特徴っていうのが、これ下にずずずっといくとわかるんですけど。はい、こんな感じで、えっと、いろんな画像がこれ並んでるんですけど、まあ、これとかわかりやすいかな。まあ、これ AI で生成された画像なんですけど、この凄さわかりますか見てて。 多分画像生成 AI とかを結構触ってる人だったら何これめっちゃすごいやんと思うんですけど多分そうじゃない人はえ、何がすごいのみたいな感じになってるんじゃないかなと思います。いや、すごいんですよ。めちゃくちゃすごいんですよ。革命的にすごいんです。で、これ何がすごいかっていうと、まあ共通していることとしてテキストが入ってるじゃないですか。ディープフロイドっていう。まあこれとか、あのー、熊のぬいぐるみが服着ててそこにディープフロイドって書いてますよね。まあこれとかも、アソメイクフロイド、ディンクアゲインですか帽子に書いてあるんですけど、まあこれがとにかく革命的だと。 で、なんで革命的かっていうと、今までの画像生成 AI ってテキストの出力できなかったんですよ。と例えばこんな感じで、えっ、ー、と、帽子に、えっ、ー、と、文字を書いて出力してって言っても、もうめちゃめちゃな文字になってたんです。なんですけど、このディープフロイドイフ、まさかのテキストを正確に出力できるようになりました。これが革命的にすごいところですね。はい。で、二つ目の特徴として、ちょっと上に戻って、えっ、ー、と、ここに書かれてるんですけど、 えっと、3段階で出力をしているらしいです。はい。なので、あの、プロンプトでね、あの、入力があったら、それをまず64、64×64 の画像にして、で、それを、あの、別のモデルで25、256×256 の画像にして、それをさらに別のモデルで、あの10、1024×1024 で、3段階で、大きな画像を出力していくっていう感じになってるみたいですね。ちなみに、この、ディープフロイド、 if ですね。これのベースになってるのは、あの、イメージンですかねな。読み方があんまりわかんないですけど、イメージに円でついてるだけなんでイメージンだと思うんですけど、えっと、それが元になってます。で、このイメージ何かっていうと、2022年の6月に Google が発表したものですね。それが、えっと、ベースになって、この Deep Floyd If っていうのが出来上がっています。ちなみに、Chat GPT とかで使われている GPT 3.5とか GPT 4っていうのあの言語モデルの元になってる、あの、Transformer っていうのがあるんですけど、GPT の T ですね。あれ、Transformer ーーの T なんですけど、それを作ったのも Google です。 なので、グ、グーグルやっぱりすごいということですね。はい。まあそういうのをね、グーグルが作ったものを元にして、今いろんなものが出来上がってるんですけど。まあその中の一つがディープロイドイフですね。で、三つ目がオープンソースということですね。まあこれも結構すごいことなんですけど、なのでオープンソースなんでこんな感じでソースコードみたいなのが GitHub に上がっています。これ、Stable Diffusion と同じですね。Stable Diffusion もオープンソースなんで、この Stability AI っていうところが作ってるんですけど、まあここをオープンソースにしてるんで、 ソースコードが公開されてるんですけど、こんな感じで、ディープロイドに関してもオープンソースで出てます。なので、えっと、ローカルで構築することもできます。これね、あの、ダウンロードしてきて、自分のパソコンにインストールしてとか、そんなこともできるんですけど、まあ、ただですね、あの、現実的にはなかなかこう、難しくて、結構スペックが必要なんですよね。ここにも書かれてますけど、えー、っと、これ翻訳すると、まあ、ここですね。えっと、すべてのイフモデルを使用するための最小要件ということで、こんな感じで書かれてるんですけど、ま、1 6イトの V ラムとか、あと 24GB の V ラムみたいな書かれてるんですけど、いや、ここのハードルがとにかく高いと。はい。まあ、この 16GB の V ラムってどのぐらいかっていうと、まあ、もちろんものによって違うんですけど、20万円ぐらい、20万とかのグラボが必要になるので、まあ、結構ハードル高いじゃないですか。まあ、いいパソコン持ってる人は全然できると思うんですけど、安いパソコンとかだと動かなかったりするので。はい。なので、まあ、ローカルで使ったりっていうのはなかなかね、難しいんじゃないかなと思います。でも、ディープフロイドを試してみたいと、そこまで言われたら試してみたいというあなたのために、 ま、ここでね、サクッとディープフロイドイフを試せるような、まあ、このデモサイトみたいなのが、あの、ハニングフェイスにあるんでね、ここで、あの、実際に動かしてみたいと思います。後でね、ちょっと紹介しますけど、このステーブルディフュージョンプレイグラウンドって、まあ、前からあるこのデモのやつと同じような感じですね。はい、ということで、実際にちょっとね、画像生成してみましょう。まあ、テキストを入れられるというディープフロイド、どんな感じのものができるのか。まずは、めちゃめちゃ単純なプロンプトで試してみたいと思います。えっ、ー、と、テストって書いた、 白いお皿ですね。はい。それを生成するとどんな感じになるのか。まあ、プロンプトを入れてジェネレートをしてやるだけですね。この下にネガティブプロンプト入れるんですけど、今回は入れませんでした。はい。そうするとこんな感じで画像を生成することができます。まあ、ほんまにテストって書かれた白いお皿ですよね。でも見てわかる通り、ちゃんとテストって書かれてますよね。これ、画像生成 AI 触ってない人からしたら、いや、な、なんなん、 こんな画像が何なんっていう話なんですけど、いや、めっちゃすごいことなんですよ、これ。今までこんなん絶対にできなかったんで。まあ、後で、スティーブルディフュージョンとかミッドジャーニーでね、同じようなのでやったらどんなのができるのかっていうのは見せたいなと思うんですが。はい。で、ま、あこの画像、今はね、めちゃめちゃちっちゃいので、例えばこれとかでアップスケールをしてやると大きくなります。早いですね。画像生成も。 はい、こんな感じですね。画像が大きくなりました。まあ、右下にね、if っていうロゴが入るんですけど。えっと、deepfloidif なんで、モデルの名前が。まあ、if っていうのが入るんですが、こんな感じですね。いや、これかなりすごいですね。これ結構僕はびっくりしてます。こんなのができるって。まあ、そのうちね、ちゃんとテキストも入れた画像も作れるようになるとは思ってたけど、まさかこんなに早くできるようになるとは思わなかったですね。stable diffusion でやってみましょうか。どんな感じになるのかっていうのえっと、これが stable diffusion の えっと、デモのやつなんですけど、まあ、ここに同じように、じゃあ、全く同じプロンプトを入れてやります。で、これでジェネレートイメージ押してやります。はい、そうするとね、こんな感じになるんです。わかりますかめちゃくちゃですよね。テストっていうふうに、test って打ってくれっていう、まあ、書いてくれっていうふうに指示をしてるんですが、中のテキストっていうのはこんな感じになります。もうどの、あの、AI もこんな感じですね。ディープフロイドはこんな感じ。これちゃんとなってますよね。 テストって書かれてるんですけど、ステーブルディフュージョンだとこんな感じになります。これが今までの、えっ、ー、と、画像生成 AI ですね。はい、ちなみにこれ、テーブルディフュージョンで,かですが、ミッドジャーニーでやったらどうなるのかっていうのをちょっとやってみましょうか。いやいや、これはたまたまステーブルディフュージョンがしょぼいだけなんじゃないかと、いう人もいるかもしれないので、ミッドジャーニーでも同じようなことやってみます。はい、これがミッドジャーニーのディスコードですね。ここで画像生成するんですが、えっ、ー、と、イマジンコマンド打ってやって、 こんな感じで、プロンプトを入れてあります。まあ、これで、ミッドジャーニーは画像生成できるんですがお。おできましたね。こんな感じですね。ミッドジャーニーでも割といいですね。右上ちゃんとテストになってますね。うまいこと。でも、それ以外はやっぱりおかしな感じになってますよね。なんかテストの最後の t が多いとか。こういうの結構多いですね。なんか a が多いとか。 まあ、この辺右上ちゃんとなってますけど、なんかね、こんな感じです。今までのって、こんな感じで、もう運よく生成できるみたいなことでしか生成できなかったんですけど、狙ったテキストを生成するって。ただ、これが、まあ、かなり精度高く、テキストも入れた画像を生成できるようになったっていうのが、ディープフロイドのすごいところですね。はい。で、これがステーブルディフュージョンのやつで、まあ、これもめちゃくちゃですけど。はい。で、これが、ディープフロイドですね。ちゃんとテストっていう風に入ってます。 まあ4枚ね、こんな感じで画像を生成して、まあテストみたいなめっちゃ単純な文字だったらちゃんとテストっていうのが入るっていう感じですね。まあこれだけだとね、いまいちかもしれないので、ちょっと別のパターンもやってみましょうか。はい、まあこれもね、ちょっと見つけたものを借りてるだけなんですが。はい、出来上がりましたね。まあちょっとこれだと見にくいですかね。これアップスケールしてみましょう。 大きくしてみます。なんていうプロンプトかって言うとですね、えっと、チーズはいいおやつです。日が変わってと書かれている看板を持っているマージシンプソンっていうキャラクターですね。マージシンプソンっていう。はい。そうすると、こんな感じで出来上がってます。まあもちろん100発100じゃないので、ね、全然間違ってることもあるんですけど、だいたい合ってんのかまあ微妙に違いますね。スナックとかが抜けてますね、これ。これ失敗してるやつですね。あ、これも微妙にうまくいってない。最初のチーズがおかしくなってますね。 n, スナックの n も重なってるし。まあ、それでも他はかなりちゃんとしてますね。えっとね、他の画像生成 AI で多分これ出すの無理ですね。多分何百回やろうが正確なここまでのやつ出てこないと思います。これもめっちゃ惜しいな。めちゃめちゃ惜しい。まあ、この辺の精度はね、まだ微妙なところはありますが。いや、これももう限りなく正解と言ってもいい。チーズイズ e グッドスナックチェンジマイマインですね。最後の マインドの D が N になっちゃってますね。はい。ちなみに別にこれ何回でも生成できるんで。あの、何回もやってやれば当然変わっていきます。画像自体は。はい。まあでもこんな感じですね。これとか、キャラクターじゃなくなっちゃいましたけど。さっきミッドジャーニーが割といい感じで出してくれたんで、ミッドジャーニーでもう一回やってみましょうか。僕もあんまりミッドジャーニーでこうやってテキスト書かせたことないので。意外とさっきのテストのやつも、あ、書けるんだって。普通に勉強になりました。はい。ミッドジャーニーでも同じ感じで。えー、っと、マージシンプソンっていうキャラクターが、 まあこれを書いたハンバーを持っているところを書いてもらいます。できましたね。そうすると、こんな感じですねは。やっぱりめちゃくちゃですよね。さっきのこっちのテストは、あの、運よく右上ちゃんとテストっていうツーズリーになりますけど、今度長いやつはもうほんとめちゃくちゃですね。もう原型が全くない感じになっちゃってますが、やっぱこんな感じになるんですよね。今までの AI だと。 まあこれでもミッドジャーニーかなり頑張ってる方だと思いますけど。はい、なので、やっぱり、あの、ディープフロイドすごいんですよね。はい、この辺も正解ではないけど、まあ多分何回かやると成功すると思います。そうですね、これも微妙に続いて違いますね。はい、これラストにしましょうか、次を。次は映画、恐竜映画のポスターのプロンプトですね。これも拾ってきました。 そうすると、こんな感じですね。これも微妙に文字が切れちゃってますが、えー、っと、戦士時代の影というタイトルの新しい恐竜ドキュメントのポスターらしいです。はい。まあ、これもね、文字数が多いんで、結構難易度が高いんだろうなと思いますけど。まあ、結構面白いんでね。で、この辺でも、あの、いろんな例みたいなのもあるので、この辺を押してもらうとプロンプト上勝手に入るので、これで作ってやってください。 ま、さっきのやっぱテストとか、短い文字の方が、精度は圧倒的に高いですね。長くなればなるほど間違いやすくなるので。最初は単語一つはね、そのぐらいから始めるといいかもしれないです。あ、これとかダイエットとか。まあ、ダイエットで書かれたプレートですね。はい、D-I-E-T でちゃんと合ってますね。あの、このディープフロイド IF なんですけど、あの、ディクコードのコミュニティがあるので、まあ、ここをね、覗いてみると結構面白いなと思います。ここに、えっと、チェリーピック、 っていうのがあるんですけどここでみんなが書いたやつがいろいろと公開されているので、あの、こことか入ってもらうと結構面白いです。ちなみにこの辺から僕はさっき取ってきました。もうこれはそのまま使いました。プロンプト。はい、こんな感じで。これうまくいっている例ですね。こんな感じでテキスト突っ込めます。マジですごい。これはほんまにすごい。クリエイトモアとか。あと別になんかテキストを入れる専門のやつじゃないんだけど、別にテキスト入れないようなね。 こういうものでも全然いけるんですけど。まあでもやっぱり目玉は画像にテキスト入れられるっていうのが一番の目玉だと思うので。はいまあこの辺はなんかサンプルのやつですね。さっきの恐竜のやつ、僕はうま,うまくいかなかったので見せたいですね。あ,あ、これもね、キャップに文字書いてる感じですね。ディープフロイドメイク AI オープンアゲイン。はい、こんなのが AI でできてしまいますよと。あ,あ、これとかもね、おもろいですよね。 これね、人物入れちゃうと途端にシェード低くなるというか、ちょっとこう実演しながらだと、いい感じのものを作るのが難しそうだったんでやめたんですけど、これね、Google と Microsoft って書いた T シャツ着てる人のやつなんですけど、これも AI で生成されたやつで、こうやってやっぱり Google とか Microsoft っていうのを出すのはめちゃくちゃ難しかったんですが、まあこの d ィープ f l o 使うとそういうこともできます。元のやつこんな感じです。 はい、ちゃんと入ってますよね。まあ、下の方のテキストめちゃくちゃですけど。あの、映画のタイトルのところは、ちゃんとしてるんですけど。まあ、これも、なんか結構頑張って何回もやったら、多分こんな画像も生成できるんだろうなと思うので。まあ、かなり面白いんでね。あの、興味ある方はぜひぜひやってみてください。はい、ちなみに言い忘れました。なんか補足説明でちょっとだけ言っておくと、あの、ネガティブプロンプトをいきなり突っ込んだんですけど、ここのネガティブプロンプトは、ま、反対呪文ですね。 こっちのプロンプトは書いて欲しいものに対して、こっちはこういうものはやめてくれっていうものを書くんですけど、一応あのロークオリティっていうのと、えー、っとブラーですね。あのぼやけたものとかロークオリティ、低クオリティのものはやめてねっていうふうに書いてます。はい、まあ別にこれなくても普通に生成はできるんですけど。はい、まあなんか一応癖というか、そんなんでこれを書くようにしてます。今日のメインテーマですね。ディープフロイド。 if ということで、まあ、いろんな話をしていきました。いや、ほんとね、今後のなんか展開が楽しみな AI だなと思いますね。あの、stable diffusion みたいなオープンソース化されているので、まあ、これをもとにいろんなサービスね、立ち上がっていく可能性はありますし、まあ、やっぱり今までできなかったってリスト入れられるようになってるっていうのが本当にすごいですよね。あの、これ公式サイトなんですけど、あの、比較みたいな、他のモデルとの比較みたいなのも載ってるんで、よかったらこんなのも見てみてください。あの、stable diffusion 2.1と、 ディープフロイドイフの画像の比較とか。あと、冒頭でも言ってるんですけど、まあ冒頭っていうか説明の中でも言ってるんですけど、ディープフロイドイフって、あの、イフ、えっと、このイメージンっていうのが、Google で作ったイメージンベースになってるんですけど、それとの比較とかね。まあ、どっちがいいっていうわけじゃないけど、比較するとこんな感じのものができますっていう、あれですね。この辺のギャラリーとかも、まあ面白いんでね、興味があったら見てみてください。こんな感じでリリースが出ています。パビリティ AI の方から。まあ、ディープフロイドイフ っていうのがね、発表されたってことで、4月28日なんで、本当に、まだ発表されたばっかりのものなんですけど。はい、ということで、まあ、テキストというイメージで、割と画像生成 AI は、2022年ぐらいからブームになっていたんですが、まあ、その時からね、ずっとこう、テキストっていうのはうまく入れられなかったんですけど、まあ、今回こうやって出てきたディープフロイド、イフとかでテキストも入れられるようになっているので、まあ、どんどんね、それこそ、まあ、バナー広告だとか、なんかそういうのももしかしたら AI 一つでできるようになる可能性も全然あると思うので、今後は。 なんかそういうのもね、注目していければなと思っています。はい。ということで、今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。最近無料で AI 関連のコミュニティ立ち上げているので、よかったら入ってください。初月無料とかじゃなくて、ずっと無料ですね。はい。なんかせっかくね、AI 関連の動画出してるんだったら、まあ、そこに興味ある、AI に興味ある人が集まれるようなコミュニティあるといいなと思って作りました。まあ、基本的にめちゃくちゃ緩いコミュニティなので、何してるわけでもないんですけど、僕がいろんな気になった AI 関連の最新情報を投げるとか、あとは、 まあ画像先生成 AI とか、まあチャット GPT とかいろんな AI 触る中で気づいたことをシェアしたりとか、あとはメンバーが気になったことをまあ共有してくれる人もいたり、あとはメンバー同士で質問相談交流とか、まあそんなことができるようなものになってます。あのスラックのコミュニティなんで誰でも気楽に入れるので、ぜひよかったら入ってみてください。概要欄にリンク貼ってあります。はい、ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログの他をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する <noise> フィ o ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。えっと、さっちさん、すごいとしか言いようがないくらいすごいです。いや、そうなんですよ。すごいんですよ。 いやでもどこがすごいのって言われそうな気もしますけど、この凄さはほんまなかなか伝わらないんですよね。関係ないんですが、チャンネル登録2年で4000人超えました。嬉しいような遅いような。おめでとうございます。うーん、まあ、ね、そのどのぐらいを狙ってやるのかっていうのは人によるんで、多い少ないというのはあると思いますが。まあでも4000人超えるのもすごいと思いますけどね。普通に。僕もやってるからこそ大変さがわかるので。 4000人と言わず500人とかでもすごいですけどね。知らない人500人。自分の知り合いに声かけても500人とかでいかないじゃないですか。だから、普通にね、そこで何千人も登録してもらうっていうのは、ほんとすごいことだなと思いますけどね。まあ、うちの場合は、割とお金と時間を使いながら、ご利用しで、なんかパワープレイで進んできたところがあるので、あれなんですけど。まあ、なかなかね、そういうことができるわけじゃないと思うので、ほとんどの人は。 そういう意味で4000人というのはかなりすごいんじゃないですか。まあツイッターとかね、そういうのでも SNS 頑張ろうとかって思ってもなかなかフォロワー増えない人も多いので2年,2年やってるけど4000人いってない人って多分ほとんどの人がそうじゃないですか。だ、まあ、からどのぐらいのなんか目標でやってるのかにもよるんで一概に十分だっていうわけではないですけど。 まあもっと伸ばしたいなっていうのがあるんだったらもっと伸ばせるようにね。頑張れるといいですよね。つよしさん、今年からブログ始めました。いつも有益な情報はでいただいます目標収益は1年でレンタルサーバー代金稼ぎたいです。チャット GPT 用いて記事書きたいと思います。なんかワクワクします。ああ、ぜひ頑張ってください。1年でレンタルサーバー代金ね。まあ全然全然、あのー、現実的な数字かなと思いますね。1年で10万とか、100万稼ぎたいですとかって言われた説教案件なんですけど。 レンタルサーバー代ぐらいだな、全然。まあ、1000円ぐらいなんね、月に。いや、全然現実的。まあ、頑張ったら全然持っていくと思いますよね。そうなんですさん、壁切るブログはやはりテーマが全てなのでしょうか強みを生かした方が続きますが、稼げなければ、そもそも時間を割く意味があるのかと思ってしまいます。ああ、で言うと、テーマが全てではないですね。えっ、ー、と、強みを活かすっていうのも、 ありだとは思いますけど、えっ、ー、と、間を取ってください。これはいつも言うんですけど、それってどっちかに全振りの話じゃないですか。テーマに全振りをするのか、その強みに全振りをするのかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、間を取ってください。なんで、そこそこ需要あって収益化もできそうで自分が強いものを探してください。まあ、これしかないまあ、自分が強いものがたまたま需要もあって収益化もできるものが一番いいんですけど、そんなにうまいことないんで。 で、えっと、なんつうか、どっちも間違っているというか、そのどっちかに全部にするっていうのは、その自分の興味関心が全くないけど、稼げるジャンルに飛び込んだ方がいいですかもしくは、えっと、全然稼げないジャンル、全く稼げないジャンルだけど、自分はそこに対して、めちゃめちゃ情熱があって、詳しい。から、飛び込んでもいいですかっていうか、どっち飛び込んだらいいですかみたいな話めっちゃあるんですけど、いや、どっちも飛び込まないでください。ただどっち飛び込んだってうまくいかないですよ。 だってそもそも、えっと、稼げるけど自分がめん全然興味関心のないものって、どうやってそんなに稼げるようないいものを作るのっていうので。ただ、人によってお金稼げるんだったら、それだけでめっちゃ頑張れる人もいるんで、そういう人はいいんですよ。でもほとんどの人はそうじゃなくて、モチベーションがとか言い出すじゃないですか。あんなにお金稼ぎたいって言ってたのに、もう2週間とか1回言もしたらモチベーション上がりませんとかって話になるわけですよ。そういう人はできないんです。そういうことが。お金がモチベーションになってないから。 最終的なね。未来のお金っていうのがモチベーションになってないんで、そもそも、その、稼げるっていうところに全振りしても絶対うまくいかない。でも、その全然稼げないようなもんで、自分が強いからって言ってやってもしょうがないわけですよ。だってお金稼ぐ目的でやるんで。なので、えっと、間を取ってください。っていう感じかな。まあ、どんなもんでもね、長くずっとやってれば収益化みたいなのはできることが多いですけど、 まあでも多分難しいだろうなと思います。うーんと。はい、次。えっ、ー、と自、自作の PDF を AI に読み込ませるなどはまだ難しいか。自社のマニュアルの PDFAI に覚え,させ覚えさせたいと思ってるんですが、できます。もうこれは全然できます。あります。あの、複数あります。えー、っと、うちでも一回紹介した ChatGPT。名前違うのかな ?ChatGPT とか、あともう他にも AI あるんですけど、それでいけますよ。 あの、PDF 突っ込んで、それを学習させて、なんからその内容を聞くと、あの、AI 答えてくれるっていうのがちゃんとあります、もうすでに。探してみてください。まあ、Twitter とかでも話題になってるんで、割合すぐ見つかるんじゃないかなと思いますね。ああ、今使える GPT-4 の使い方、自分で書いたクソコードスリム化してもらって注釈入れてもらうとか、他人がさっと読めるようにしてくれるっていうの超ありがたい。あ、それも、それもわかりますね。 あと他人のやつを、にコメント入れてもらうとかっていうのは僕はいいなと思いますけどね。やっぱ自分の書いたコードはあれなんですけど、他人の書いたコードってめっちゃ理解しにくいじゃないですか。その時に、なんかちゃんとコメントでこれ何してんのかっていうのを入れてってもらうとかっていうのはめっちゃ助かりますね。楽わざわざ考えなくていいんで全部を。 ええと、65歳の高齢者ですが、ベイビーエージアのインストール難しいです。なるほど。もう昔ベーシックのプログラム触ったことあるんですが、この年になって新たなプログラムを触るのは無理かもしれません。もう少し頑張っています。ああ、なんかうまくいかないことがあるってことですよね。えー、まあ、基本的には貼り付けていってもらうだけなんですけどね。うちの YouTube だと。YouTube でやってる手順通りで、概要欄にリンク貼ってあってコードも貼ってあるんで、それを貼り付けていったら終わりなんで。そこまであれかもしれないですけど。 まあ、ベーシックとは違いますよね。全く。言語の種類が違うので。いや、でも頑張ってください。できる。はい。えー、っと、クリフトンさん、ライターとしてやっていくなら、ま、Windows と Mac どちらがいいとは、か、どっちがいいとかありますかちなみに中ちさんどっちなんですか僕は Mac ですね。マック。まあ、ぶっちゃけどっちでもいいです。<laughs> 僕もずっと Windows 使ってて、 代理店辞めてから Mac 使い始めてますけど、まあ、でもどっちでもいいです。あの、マジで一長一短がある。まあ今は Mac 以外使う気はないですけど、でも Windows ばっか使う人もいるんで、なんかどっちのほんまにどっちでもいいかなとは思いますね。はいなんで,で今 Windows 使ってんなら Windows でもいいし、なんかみんなが Mac 使ってていいっていうから Mac 使ってみたいっていうなら Mac でもいいかなと思います。 なんかもともと Mac とかも MacBook Air とかが MacBook Air ってめっちゃ安くてまあ薄くて使いやすくてでめっちゃいいなみたいなあったんですけど MacBook Air でもめっちゃ高いですからね今 <laughs>。だからあんまり Mac 使ってどうこうっていうメリットがない気がする。API キー Web 上に公開してしまうことってありますよね。いやそうですね。ありますね。これね。恐ろしいんですがね。 なんかのはずみでってね、なくはない。<noise> ええと、パパラクさん。おまあ、ま、子供のミリクで起きたらライブやってました。ありがとうございます。中西さんのアドバイスのおかげで、ブログチーム運営が安定してきました。今年頑張って稼ぎます。ライブ後から見直します。ありがとうございます。ああ、ブログチームね。チーム運営。いや、おすすめですよ。マジで。前から言ってますけど。前からって僕結構何年前から言ってるんですけど、5、6年前から多分この話してるんですけど、マジでチームの運営おすすめしますよ。一人で運営っていうのはほんま大変なんで。 まあそんなメンバーどっから見つけてくるとか、人間関係のトラブル増えるとか、稼げるようになっても収益がね、一人でやったら全部取れるけど、みんなで分配しなきゃいけないとかいろんな問題はあるけど、それでもみんなでやる方がメリットあると思います、ね。まあそもそもモチベーションの問題とかも起こりにくいし、一人でやっててモチベーションが続かないとかっていう人いますけど、例えば三人とかでやっててモチベーション続かないって多分ならないんですよ。 その他の人と喋ったりとか、他の人が頑張ってるから自分も頑張ろうとかっていうのがモチベーションになるんで。えっと、TS さん。クラウドワークスの外中さんともチーム運営と言えますかまあ言えなくはない。けど、それよりももうちょっと近い人たちでって感じですね。外中さんってなると、結局業務委託じゃないですか。だから起点が全部自分になるんです。自分が何かを依頼します。それが返ってくるっていうだけでしょ。で、その自分が止まっちゃうんです。 要はちょっと忙しいとか、モチベーションがないとかで。でもそうじゃなくて、えっと、同じような立ち位置で3人とかいると、自分が止まっても他の人が動くわけじゃないですか。そうすると、他の人に動かしてもらうこともできれば、他の人を見て自分が頑張んなきゃいけないとかっていうふうに思う。だから、まあ言えなくはないけど、ちょっと違うって感じですかね。チーム運営。僕が言うチーム運営とは。とにかく自分が起点に動くっていうのはめっちゃ大変なんで。 まあこれはね、何かを継続するコツとかでもあるんですけど、まあたまに話,話をするんですけど、とにかく自分を歯車の一部にしてやるっていうのがかなり大事なことで、いや自分が、えっと、起点になって何かを動かそうと思うと、めっちゃ労力かかるんです。何でもそうじゃないですか。最初の、えっと、スタートの時点が一番力いるんですよ。で、動き出しちゃうとそこまで力いらない。まあ車でも何でもそうですよね。これ仕事でも同じなんです。最初にやるっていうのがとにかく一番大変な だから自分、えっと、自分が誰かに連絡をするっていうのは何日もすっぽかすけど、誰かから連絡が来たら即レスできる人って結構いると思うんですよ。それは何かっていうと、自分発信でやるのか、誰かから来たものに対してそれを返すのかっていう違いなんですけど。だからなるべく自分発信で何かしないっていうのが大事。だから外注さんとの付き合い方っていうのもそうで、例えばライターさんとかに依頼をするときでも、自分発信で依頼をするとかっていうと続かなくなるんで、 えっと、まあ、最初はもちろん自分発信なんですけど、えっと、自分発信で依頼をしていて、で、例えば、納品が終わって、えっと、何営業日以内に次の依頼をします。依頼なかったら連絡してくださいってしとくんです。そうすると、こっちが、あ、めんどくさいなとか思ったり忘れたりしてても、何営業日経つと、あ、依頼ないなって言って、ライターさんの方から次の依頼どうなってますかっていうのが来るので、そういうのが来ると、あ、自分もやらなきゃいけないなって思ってそれに返せる。ってしとくのがめっちゃ大事。それを作る。 その仕組みみたいなの。そうすると止まれなくなるじゃないですか。だってそれで止まろうと思うと、だって何営業日以内に依頼するって言ってて依頼なくて切ってるんだから、止まろうと思ったら、こうこうこういう事情で、あの今できないからってまだ説明しないといけないんです。いやめんどくさいじゃないですか。話と違うし。で、それが人が増えるとそれがもっと、えっと多くなるんです。何か自分が止まろうと思うと、この人にもこの人にもこの人にも言わなきゃいけないみたいな。まあ YouTube そんな感じなんですよ。うちは。 なんで丸3年も YouTube 続けられるかまあ、毎日のように動画出せるかっていうと、あの、一人でやってないからですね。もうこれにつきます。だから基本的に僕が動画の企画考えて、えっ、ー、と、まあ、台本作って収録までやって、あとそっからはもうお任せなんです。その編集するのも、なんだろう、書き起こしするのも、サムネを作るのも、あとは動画のチェックも他の人がやってくれるんです。これバラバラなんですけどみんな。そうすると、 まあ正直 YouTube 撮ってて何撮っていいか分かんないって時期全然あるんですよ。これ今でもあるんですけど。何撮っていいか分かんないとか。あと単純にめんどくさい。全然あります。これはあるんですけど。でもその時に僕が撮らないと全員止まるんです。だって僕が動画出さないとみんな何もできないんで。ってなると僕は動画出さない。えっと、撮らない。めんどくさいからやらないってなると止まるわけ。で、どうなってますかって来るわけですよ。 でも、そ、それは困るので、結局、こうこうこういう理由で動画撮れませんっていうのをみんなに言わなきゃいけない。いや、めんどくさいでしょ、その方が。だから撮るんです。どんなにめんどくさろうが。くても。それで続いてます。だから、とにかく自分を歯車の一部にして、仕組み化してっていうのもやってやるといいです。あの、人間そんな強くないんで。自分の自発的な意志だけでずっとそれをやり続ければ、もうできないです。できないって思った方がいい。少なくとも僕はできない。 だから、まあ、何でも同じです。ブログの記事を書くとか、でもそうなんですけど、あの、基本的には、常に選択肢が2つ与えられてる状態になっちゃうんです。やる、やらない。この2択を、毎日毎日、えっと、選び続けるんです。で、ずっとやるをや、えっと、選択し続けないと、毎日続かないわけなんですけど、まあ、現実難しいじゃないですか。今日めっちゃ本業の仕事忙しかったとか、上司にめちゃくちゃ嫌なこと言われましたとか、まあ、体調があんまり良くないですとかっていうと、 やっぱりやらないよ選択したくなる。でも結局一日やらないよ選択したら別に次の日やらない。えっと、やらなくても同じだよな。また頑張ればいいや。その次の日にも、その二日分頑張ればいいやとかってやらなくなる。だから、やるやらないの選択肢を持っちゃうとしんどいんで、もうやるの選択肢しか持たない。もうやらないんだったらもう一切やらない。やめる。そうしとくとかなり楽になる。まあ、あの、エネルギー使うんでね。 判断するとか決断するって。だから今のやるやらないみたいなのも結局決断してるわけですよ。だからこの決断するのにめっちゃエネルギー使うんで、なるべく決断の回数を減らした方がいいです。日常生活で。だから僕がずっとこれ着てるのも同じですよ。YouTube 出るときは僕初最初からこれ着てるんです。これは何かっていうと、あの YouTube 撮るときに結局こういうのを用意してないと何着ていこうかってなるわけじゃないですか。適当な服だから今日 YouTube 撮れないとかってなる。そんなのをやってたら YouTube 撮らなくなっちゃう。めんどくさくて。 だから、何着ていこうとか、この服で YouTube 撮っても大丈夫かな、みたいな判断をなくしてる。もうこれ着りゃいいやってなってるね。もうそういうのはめっちゃあります、いろんなところに。まあとにかく自分がそんなに、あの、意志が強い人間じゃないし、続かない人間だっていうのがわかってるんで、もうあえてあらゆることでそういうふうにしてると。いやだから本当に、まあみんなのおかげですよ。まあ言ったら、あの、動画を作ってるタフ、というか運営側もそうなんですけど、見てくれる側も、 あの、それに一役買ってますよ。それはみんなが見てくれて、コメントとかくれるからこそ僕は続いてるわけで。それ誰も見てくれないんだったらさすがに続かないんです。仕組み化したって。てかもうそんなやめようってなるんで、事業的に。ああ、でもそう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 。サラリーマンと同じですね。スーツ着るとか、もう同じです。そう、できるんですよ。みんなできるの。その毎日何かをやるって絶対にできるの。みんなそのポテンシャルというか、その能力は絶対持ってる、ほとんどの人はもちろん、あの、中にはそれが難しい人もいるけど、ほとんどの人は持ってる 99.。99.9%の人は持ってる。 だってみんなサラリーマンで会社行くでしょ。そんなに休まないでしょ。それは何かっていうと、行かないっていう選択肢が基本的にはないから。平日は何時に会社に行くっていう選択肢しか持ってないから。だから行くんです。多少体調悪かろうかんだろうが行くんですよ。しんどかろうか。まあ大変っちゃ大変なんですけど、まあでも進みますよ。仕事は。まあそれを一生やり続ければしんどいかもしれないけど、一時期は、あの、そういう時期があってもいいんじゃないかなとは思いますね。 好きこそものの上手なれ。いや、ほんとそう。ほんまそうっすよ。好きだったらもうなんか自分で勝手にやり始めるんでね。で、好きじゃないことをやれって言ってもできないし。そんな上達しない。だから、なんかブログもそうなんですけど、何か自分の好きなことを見つけるっていうのをもっとなんか頑張った方がいいよなとは思いますよね。 なんか、今自分がやりたいことないとか、好きなものがないっていう人って結構いるじゃないですか。まあそれはそれでしょうがないとは思うんですけど。でもそのために、じゃあその、好きなものとか、やりたいことを探すために何かやってますかっていうと、割とほとんどの人何もやってないですよね。普通に今までと同じ生活をしてて、なんかそれがふっと見つかるって思ってるのか。でもそんなん見つからないじゃないですか。だって今までと同じ生活してるんで。 だから、それを見つけたいんだったら、本気で、なんかもっと自分がやったことないことやるとか、そういうことやってかないと見つかんないんですけど。で、やっぱ好きなものが見つかると強いんで、まあ僕も、じゃあ、例えば最近 AI の動画いっぱい出してますけど、やっぱ AI 好きなんですよ。新しいもの好きだし、新しいものを触るの好きだし。で、しかもそれがね、すごい。 それで仕事の生産性上がるとか、今までできなかったことができるようになるとかっていうのがあるんで、この下の,あのコメントでも書いてくれてますけど、GitHub コーパイロットの話とかっていうのも、いや、あれもすごいなと思って、触ってみたら、いや、確かにこれはすごいなと。書いてないけど、みたいな。だからコメント書くと、ね、その必要なコードみたいなのを提案してくれるんですけど、AI の方が。 でも、例えば HTML で、まあ、それね、動画出してるんで見てほしいんですけど、あの HTML で、例えばハンバーガーメニュー作りましたみたいな。でも作っただけなんで、見た目ができてるけど、まだ動作できてないんで、それを JavaScript で書こうとしたら、なんでそのハンバーガーメニューを、あの JavaScript で組んでくれとかって書かずに、JavaScript を入力するところを作っただけでもうハンバーガーメニューのコード出てくるみたいな。何これってうの。 いや、だからハンバーガーメニューの HTML があるから、そこからその JavaScript が必要だって言って AI 考えてくれてるんだけど。いや、もはや、そんなの、ね、指示もしなくてもそんなの作ってくれるって。いや、めっちゃすごいって。いうのがめっちゃ楽しいんで、まあよく言われるんですけど、その AI とかを触ってるときが楽しそうだって。っていうのをよく言ってもらうんですけど。だからそれはすごい、なんか僕に向いてるというか。まあしかも一応僕はプログラムとかも、 組むんで自分で。システム開発とかを会社で受けてたこともあるし、自分でプログラム触るんで、まあ余計に面白いところもあるかもしれないですけど。まあそれは割と自分に向いてるもんだったんですよね。まあだからこそ最近そういうのをよく触ってて楽しいなと思ってるんですけど、まあ次から次に新しいもん出てくるし。しかも何これめっちゃすごいやんみたいなのがどんどん出てくるんで。までも、じゃあね、そういうのが好きじゃない人が同じことができるかっていうとなかなか難しい。じゃあ、 あなたの好きなものは何なのっていうと、人によって違いますよね。だからそれをもっともっと本気で見つけてみるっていうのでもいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかその無理やり、じゃあ例えば今、そんなに興味ないけど、ちょっとだけ興味ある、これでブログを作ってみようとかっていうよりも、例えば3ヶ月でも本気で、好きなものとかやりたいものを探してみて、それで、あ、これが好きだって言って、やり始めました。じゃあどっちのブログの方がうまくいくかって言ったら、そりゃ、 なんか本当に自分のやりたいものとか楽しいと思えるものを見つけた方が絶対うまくいきますよ。その3ヶ月とかまあ半年でもいいんですけど、そんだけ遅く始めたとしても。多分あんまり好きじゃないものを始めたとしても、ほとんどの人が続かなくて、半年も1年も続かないんですよ。ってなると、また続かなかったら別のことをやるわけじゃないですか。じゃあ、その間好きなこととかを探してる方が、 なんかうまくいく確率も高くなると思いますけどね。もちろんそれがほんまに好きかどうかとか、それでうまくいくなんて保証はないけど。なんか、そのいろんな人の話を聞いてて、もっともっと本気で好きなものとか、やりたいことを見つけに行ってもいいんじゃないかなと思いますね。少なくとも自然発生的にふっと湧いてくるわけじゃない。っていうか、そういうのが自然発生的に湧いてくる人は、そもそもそういう、なんだろう。日頃か、日頃新しいものとか、なんかそういうものを嫌いせずに挑戦するというか、 いろんなことをやり続けてる人だと思いますよ。で、そういう人はそもそもやりたいこととか好きなことがないとかって悩むことないんですよね。むしろ好きなこととかやりたいことありすぎて時間足りないどうしようなんですよ。まあ僕も割とそういうタイプなんですけど、いろんなことやりたい人。だから結構言われるんですけど、なんか事業のアイデアとか、あの、どうやって考えてますかって言われるんですよ。事業アイデア。 で、僕の場合はなくて、あんまりどう考えてるとかっていうのも。なんか何かの授業やってるわけじゃないですか。例えば今だったら、じゃあ YouTube とかやってます。で、YouTube とかやってるうちに、あ、こんな授業面白そうだなっていうのが思いつくわけですよ。でも、まあ今はできないからとかって言って、どんどんそれが溜まっていくんで、だから何かの授業をやりたいって言って、でも授業のアイデアがないとかって悩んだこと基本ないんですよね。まあそれうまくいくかどうかは別ですよ。で、その授業アイデアの考え方がいいかどうかっていうのはまた別にしても。 少なくとも自分の中で悩んだことはないんですけど。でもほとんどの人はそういうので悩んでて、なんか事業アイデアどうしよう。どんな事業を作ったらいいかわからないと。いや、それ多分、普段の生活というか、もっとアンテナ立てた方がいい。なんか、やっぱアンテナ立てるだけで全然違うと思いますけどね。あの、あれですよ。カクテルパーティー効果とかあるじゃないですか。そのめちゃめちゃガヤガヤしてるようなところでも、 その自分の興味関心があることとか、例えば自分の名前とかがどっかで出ると、ね、それが聞き取れるみたいな、カクテルパーティー行こうかね。まあそれと同じような感じで、アンテナ立ってると、やっぱり自然と、なんかそういうのが、目に入ったり耳にしたりっていう機会が増えると思うので、まずとりあえずそっからかなとは思いますね。いいなことだと、頭の中で24時間働いてるので、両立つ早いです。いや、ほんまそうですね。その通り。マジで。だから、嫌いなことって、 ねその時しかやんないじゃないですか。例えば仕事とかでも、仕事時間8時間あったら、もちろん8時間は働くけど、それ以外の時にわざわざ仕事のために何かのことを考えたりってできればしたくないでしょう。でも好きなことだったら仕事が終わろうがなんだろうが、それについて触れていたいわけで、ただその差ってめっちゃすごいものになりますよね。 だからまあ好きなものを見つけるとかやりたいことを見つけるっていうのは大事なことだと思いますね。まあ難しいんですけどなかなか。